戻ってまいりました。毎度のコープサッパのメンツコープ、もうね、午前中から今日出発しました。そうそうと思って、まだ疲れは出ていません。疲れは出ていませんよ。疲れだよね、これでだね、何もなりませんから、まあ、ケーキ漬けにね、先ほどと申しても午前中になりますけど、まあ、かなりね、やはり私はそんなこと全然関係ありません。そんなこととね、お酒と祭りなんか全然ね、関係ありませんから、ね、そんなことはね、関係まあ好きな方好きな、それでね、まあいいんじゃないでしょうか。私はそんなことは感じ出しません。私はちょっとね、晩酌でございます。ただいまで晩酌でございます。これ5年ものね、なんか小さいものね、あります、ね、落とすと危険なんで、これもったいない。ケーキ漬けにね、本日はね、祭りなんか私関係ないんですよ。予定ありましたからね、本日。予測つけまして、3連休の後ということで、多分、空いてるということでね。まだね、ストレートで、だらね、祭り終わればね、人も集中しますよね、もちろんね。好き嫌いはね、それはもうどの方も自由なんでね、まあ、結局ね、30皿食えませんでした、残念ながら。ねえ、全てマグロ尽くしでね。ね、スタッフさんご挨拶されまして、はい。あ、いいですか、投稿いいですか、可能です。いや、いいよ。顔ね、入ってない。1600円です、これね。本来ね、8000円の予算組んでおりましたから、8000円の予算のうちの5分の1です。大抵私ね、回転に行けば9000円の見積もり、8000円の見積もりとかね、高額見積もっていますけどね。いや、それ一人で食べるの、じゃあ一人で食べますよ、8000円ね。まあ、今回は今日はもうお腹いっぱいになりましたからね。すべてマグロね。
シャリがなければ30皿完食まあ分かりませんけど、それはね。あ、しかしね、鹿の鹿はいませんけどね、あのトドだとね、まず30巻どうでしょうか。まあ普通のトロ食いますからね、そんなものは。まあ食うと逆いますからね、なんてありませんよ。まだね、すぐには余裕は回りません。余裕が回るとね、勢いつきますから。家畜乗せて出発済みです。本日私もね、乗車してきましたけどね。あ、一応ね、あの車内英語表記ありましたけどね、私一つ変なんですよ。本来ならね、垂水東口ね、垂水東口ちょっと勉強していただきたいですよね。垂水イーストエグジットなんです。東口でしょ、イーストエグジット、北口はノースエグジット、南口はサウスエグジット、西口はウエストエグジットなんです。でね、中学校はねジュニアハイスクール、小学校はねエレメンタリースクール、間違えたらねあれですけどね。警察署はねポリスステーション、消防署はファイアーステーション。それはね、神戸ミュニサパルバスのね、案内表示は、一応国際都市というね、プライドもあるんでしょう。一応車内はね、英語表記一応あります。一応ですけどね。表面はありませんけど。まあ、私もエレメンタリースクールね、最近、小学校、単なる小学校はスクールだったんですけどね、まあ、それだともうあれなんでしょう、見合いがね、ジュニアハイスクール、ハイスクール、ね、高等学校、ハイスクール ね、あの清涼校あれがね清涼ハイスクールなんですけどね、まあ、それがなんだかね、よくは、まあ、中等ですよね。一応ステーションはステーションね、駅と分かる、一応ステーションが分かるならね、分かると思うんですけどね、訳せないんでしょう。まあ、ステーションはどなたに分かりますけどね。ただしね、ガール分からないでしょうね。ガールはね、フランス語なんですよ。フランス語で駅のことガールなんですよ。バーンホーフはね、ドイツ語で駅なんですよ。やはりね、ある程度はね、分かっていないとね、私のプライドに傷がつきます。自然と勉強になりますよ、英語と日本語あれば。まあ食うもんね、いましたし、今日はもうお腹いっぱいだ。発生の5分の1 5分ね、5635が5分の1ですよ。あ、マグロ20皿、例えば20皿でね、40貫シャリをつけて40貫ね、まあ、小さいね、ミニシャリだと半分でしょうか。First approaching for the academic station、 アカデミックステーション、わかりますね、ケーズ電機のね、幹部もガーデン市ってありましたからね、ガーデン市はね、緑園都市なんでね、私が緑園都市と申すのね、それはもう普通です。
ありません、ありません。変と思うのかね、変なんです。今、すぐに行かなくてもどう思うかな。祭りが終了したような、それは詳しいこと分かりませんけど、それはね。まあ、運休するならね、もう、午前中でもそうでしたよ、ね。中途にね、行われて、バスがね、塞がれてます。くたーい。バスがね、運休する。くたーいです。私は関係ありませんが、そんなことね。次のバスもね、家畜をね、待っています。ガラガラのようなバカります。航空機通過しています。結構これなんですけどね、はい、コーラと一致しますからね。一致してもね、結構泡が出ます。だけど今日のね、スシローのスタッフさん、3年前からね、私のテレビ見ましたら良かったです。そういうこと聞けばやっぱりいいですよね。なんとなく違いますよ。ね、インスタグラムのね。返信があることもね、いいことですね。やはりね、ガラナのように見ててわかります。私もね、金髪したことありますよ、20年前にね。けどやはりね、外見があればね、まあ、金髪するとかしないとか、もうそれはにもな、こればかり言えませんけどね。言えませんけど、それはばかち積み込んでね、出発です。お腹いっぱいね、そんな一度に飲めません。中国語です。気をつけてね。いいお金もありますから、ね、それは私言うのね。何度も言いますけどね、イオンのね、女子従業員はね、ただの、ね、大手スーパー社員です。私は、ね、女優です。そこの違いですよね。まあ、来ていればね、お金になりますからね。出勤して、ね、お客様対応はきちんと仕事を行っていればね、それとね、やはりね、違いますから、ね、世界。自ら私がね、動かないと何もね、なりませんからね。どちらもそうじゃないですか。どちらもそうだと思います。そんなに今日慌てなくていいね。なんか重たくなりまして、
お酒飲みましょうか。ワインの時もそうですよね。まだワインはね、もう少しですけどね。紹興酒はね、すぐには酔いません。飲んだって。じわじわとね。ね、先ほどのスシローのね、顔のようにね、少し赤くなりますからね。すぐには、ね、赤くなりません。あれ、客商売というね、覚えてくださって、ね、テレビもね見ていてくださって、まあ、いいことさせてください。悪いことはありません。堀のり子があれがね態度でかいんですよ。あれとか態度でかいんですよ。イオンのね従業員の分際でね偉そうにしていました。裏の顔とね表の顔持っています。まあ、それはね自由なんですけどね、役場のね区長からね、私一番ねもう納得いく区長からね好かれるのいいですよ。区長の太鼓判はね、それで何も天狗になる必要ないじゃないですか。え、何私がねもういいねを押したのをね、コメントのいいねも削除して、ね、それはちょっとねもうひどいです。幼稚と言われてもいいんです、私はね。幼稚と言われてもいいんです。幼稚と言われてもいいんです。何言われてもね。まあ、暴力や暴行さえね、私に起こらない。私は何も言いません。まあ、言いたいもいろいろあるでしょう。私、こういう性格ですから。ね、あのバスに乗車してても心変わればそれは仕方ありませんけどね。ね、これ例えば名古屋も札幌でもね、何のバスの車内でも違和感なんかありませんけどね。普通にね、あの会話なさる方もお客様なんかいますけどね、観光客じゃない限りね、やはり会話聞いていましてもね、成り立つ会話しています。成り立たない会話していませんね。立つか立たないよね。今日は10月10日なんですよ。10月10日なんです。10月10日はね、十月10日合体の日なんです。十時はお好み焼きね、あんなものはね商売のねこれ儲けです。昨日私は冷凍のお好み焼き食いました。今日はね、16皿食いましたから。本来は30皿ね、マグロ30皿もね、60貫ね、食う予定でしたけど、無理でした。もうお腹いっぱいになりました。あれはね、本当に今、あれ良かったですよ。100円ですけどね。1万円、まあ1貫あたり50円じゃないですか。昔の45年前でしょ、小6の時のね100円思い出しますよね。100円で16皿食ってもね、どうぞ食っていってくださいね。皿によってね大量に食いましたから。その代わりね、私超肥満体でしたからね。その上にね通報されましたね。まあそれはね、もうそれと関係ないんですよ。太っていることね、通常さあ怒っていることと、そんなこと関係ないんですよ。なんか学が上がる前に苗木到着。Thank you.
祭り場でね、バカの家畜積み取ります。そうなんやね、この時間、あの、まあ、空いて、なかなか空いていますけどね、まさかそもそも最終の出払っていますから。珍しいんでしょ、まあ、見ればいいんですよね、見たければ。私はね、コメントオフにしています。コメントもね、あのオンにして荒れますから、そんなものはいちいち相手いたしません、ね、私あのインスタグラムはね、もうリクエスト制にしていますから。まあ今ね、何度も言いますけど、エグジットって書いてますね。エグジット、エグジット、入り口が確かエントランス。まあコメントね、私も、まあ、しつこいことねされます。私もブロックされます。そんなことがされます。やはり、まあ、リクエストもくだらないリクエストもあります。そんなもの相手いたしません。もう削除してね、その辺にブロックをかけます。私健全にね、行いたいんでね、そういうことは。健全なければね、それ楽しくありませんでしょ、お互い。お互い楽しくしてるものはね、横道それたこと私嫌いなんだよ。集まりね、集まりたければそれでね、あの集まってくる一対一でね、あのそんな私の男性とすると嫌ですからね。だそれはね、まあ、あのやはりお互いに気心を分かっていきますしね、何度も対面してね、気心を分かった上でね、それはね、まあ、食事行ったりそれはいいと思うんですよ、大変ですね。あの今までね、一回ね、あの対面したことないからね、いきなりね、あのなんだかんだ案内します、なんあの、ね、ここで案内しますって言われて、私はもうお断りですよ。ズバリ申し訳ない、お断りですよ。まあ、それ以上ね、やはりしつこいことをしますのもブロックですから。もうそれはね、もうご承知くださいね。もう例えばインスタグラム、私のね、見てくださって、まあ、そんな方ね、今のところいませんけどね。ただね、折り紙ございますね、丁寧に。お返しいただきまして、その点やはり違いますよ。それはもう、もうダメだよ。それはもう、私は何ともね、それはもうブロックするしないわね、相手方の、ね、個人様ですとね、相手方の自由なんでね。けど、あいつの場合はね、そもそも、役場がね、公表してるものでしょ。役場のね、担当者とね、関わりある人でしょ。それにこんなこと行うんですから、価値あるんですよ。価値あるんですよ、客は。でもこれ、イオン来ましたね。結構混雑ですよ。定番はね、必ず祭り終われば、花火終われば、半額ね、明日に行きます。いや、それはそんなこと行うことはあまりませんよ。食事はされますけどね、そんなこと行えませんよ。でそこでね、まともにね、お金が、それはね、お金出して買わないんですよ。それはいけないんですよ、そんなこと。見たことありますよ。人のね、たくさんいることにね、紛れてね、それにお金払わないで。強行突破してます。何度もそれ見ています、見ていますけどね、あの私の言うの聞かないで、それ以上何もないですよ。言ったところで何のね、僕にもないんですが、ただ腹立たしいですよね、まともにお金出してる人間からすれば。もちろんね、お金払わない、それは、ね、犯罪ですからね。そんなことはもう100も承知ですから、自由にお持ちくらいくださいじゃありませんから。
今日ね、もう特に GS 行かなくていいんだよね。 GS の業務スーパーなんだよ。他にね、何かあります？まあ、何言っていいのか、なかなかね、まあ、調理するのが一番いいんですけど、すぐにね、酔いませんよ。時間経過してからね、酔いが回りますから、ね、ね、こういう歌ありましたでしょ。ちょいといっぱいのつもりで飲んで、いつの間にやらはしごを避け、気がつきゃバースデーのベンチで転ね、それでいいって言い訳ない、分かっちゃいるけどやめられない、あれ植木俊さんの歌でしたよね。まあいいんじゃないですか。でもね、バス停か駅のねベンチで、ね、バス停のベンチでね、ごろんに私もしましたが、ね、あの天国なんですよ、バスが出発した後は。前回のね、あの23時20分に私ごろんにしましたけどね、ただいま20時30分です。午前中からね、今宵今日はね、リカーです。次のバスも到着です。顔が少しね、赤くなってきます。まあ、じゃあマグロね、赤です、赤ずくんです。今私も赤です。赤はいいんですよ、本来ね、今日祝日ですからね。昔で言えば体育の日ね、なんかハッピーマンデー制度でね、もう今はもう10月10日はね、単なる嘘つき10日になりましたね。商売はね、重々くたかね、商売の儲けなんですよ、ね、だそれにね、もう引っかかってもね、もお金を失いますよ。まあ、買う方は自由なんで、買う買わないは私はそんな権限ありません。なんでもね、権限って言いますよ、権限本当ありませんよ。これも私ね、商売ですから、人を笑わすのが楽しませるのも商売です、ね、感動させるのも商売です。これは客商売じゃありませんけど、どなたもねこれ見れるんですよ。楽しませてね、笑っていただいて、それが商売なんですよ。いろんなことも言いますよ、一般人とね、私違いますからね。それなりにね、いろんなこと、あの波風もあります。こちらも波風あって普通です。普通のね、あのイオンのね、女子従業員ね、安定なんかしていません。波風は必ずあります。あって普通です、それは。商売というものはね、あって普通なんです、それ、そういうことは。それを乗り越えるんですよ。乗り越えてね、成功される方ね、たくさんいますよ。成り上がりされてる方、たくさんいますよ。ね、成功されてね、東京都の港区ね、成功の証です、本当。それが証なんですよ、成功のね。30になりました。
何だっけ、あれといえばね、あれといえばね、あれは合体なんですまあその合体って言ってもね、いろんな合体ってあるじゃないですか。あ、なんかね、足の悪い人のことね、なんとかあれ、何かあれがちょっと禁止用語だそうですね。だそれ知りませんでした。まあ私は足不自由と言いますけどね、まあ足悪いなり不自由なりね、それはもう言いますけどね、それは言いますけどね、私のけど、あの文字がね3文字なんですけどね、まあ3文字でもね、それ言って悪くないと思っていたんですけど、結局は何かさ、放送禁止になっているようなね、こうなんとかもね、あれもなんか放送禁止なんですね。もうね、どなた様かは平気でね、放送禁止が走っていられますけどね、まあ特に変わりなく、まあ、それはその人のね考え方になるね。私もね、まあスレスレのことは言いますけどね、今のところはコンプライアンス守っておりますから、私ね、コンプライアンス守らないで、これはね、はい、まあ、いろんな見てましたね、コンプライアンスに引っかかったといって、いろんな何か見ますよ。今航空機通過しています。次のバス、私もねショッピングありますからね、後ろにさね、まあ1本でね、1本も飲んでませんよ、これまだ余っていますよ、840円ですから、消費税 10% ですから、え？で 10% でもいいんじゃないですかね、あれでも今日のね100円でも 10% 入ってますからね、まあ消費税抜くと90円でしょうか、90円で99円、ね、10% で99円で、ね、まあそれでいいんじゃないですか、80円何銭かと思いますけどね、正直入るね、今日は10月10日、とつき10日です、とつき10日です、悪くありません、10月10日でしょ、1と0でしょ、1の中、0の中にね、1をね、挿入行うと、ね、合体なんですよ、7月7日はね、オリヒメ様と、なんか私、ドレス回っていませんね、オリヒメ様と彦星様ね、出会ってね、まあ、そこから3ヶ月、ね、合体ね、いいじゃないですか、幸せあるけですよ、幸せなければね、何のためなんでしょうか。私なんか幸せなんかありませんけどね、ね、幸せなくてもね、自分でね、なんとかもう幸せね、作らないとね、そうですよ、まあ今日ね、誕生日の方おめでとうございます、いろいろ言いますけどね、やはりいろんなことね言ってもいいじゃないですか。私もね、肉と言われますけどね、肉と言われますけどね、肉の日でね、肉は食いますよ、肉でもね、私高級ステーキしか食いませんから、シャトーブリアンね 100g 1万円ね、いいですよ、安い肉食うのはね、ほかほかでのね、牛の焼肉弁当で十分なんだよ、それでね、私はね、叙々苑の1万5000のシャトーブリアン食いましたから、まあいろいろね、言いますけどね、もう食いたかったら食えばいいんじゃないですか、それはもう十分ね、私のことね、羨ましがらずに食えばいいんじゃないですか。
まあその方も幸せいろいろあるんですよ。私から見ればね、いいことたくさんありますよ。家族がいる、伴侶がいる、いいことですよ。今回のいざという時にね、やはり伴侶がいないということね、それこそあれですよ。それはね、伴侶、ご家族が大切なさるのが一番いいんですよ、それが。まあこれね、何か説教じみたことになりますけどね。あ、バス到着しています。ではね、あのね、バスアプローチング23ラインルーツビア青葉台いいじゃないですか、青葉台でもね。それはね、言い方自由なんでね、そんなことは自由なんで、ね、何もこれバスの車内じゃありません。こちらはね、あのバスの車内じゃありません。こちらはね、山陽バスの土地じゃありません。こちらはね、神戸市の公有地です。山陽バスの土地じゃありません。バスの車内で私はね、そんなこと言いません。常識ありますよ。当然バスの運転手から注意されますよ。ねじ回しから注意されますよ、ドライバーの方からね。それは当然です。そんなこと私分かっています。分かっていなければ、ね、女優のプライドがね、やはり、浸ります。それはいけません。そんなことはね、やはりいけません。何を行ってもね、常識というものありますからね。常識ね、やはり、なければね、それはもう私のプライドも傷つきます。傷つくのね、やはり、どなたも言うでしょ、プライド傷つくの。私一人じゃないです、そんなことは。いたしますね、出発進行いたします。時間過ぎましたね。じゃあ祭りなんか全然ね。金絡んでるのね、見ますね、嫌ですよ。まあ自然が一番いいですね、私にすればね。大自然が一番、ね、いいです、手つかずのね。それほどね、やはりいいことないです。結構あれです、これ3回ぐらいでしょ、めちゃ飲んでたの。ユニバーサルスタジオジャパンもいいですけどね、東京ディズニーランドもいいですけどね、自然もいいじゃないですか。私はね、ユニバーサルスタジオジャパンと言いますけどね、名古屋でも札幌でも自然見てきます、まあ、どうしてもね、本来もう全体なかなかね、そのいろんな都市ともう切りないんでね、だからね、言えば札幌テレビ、名古屋テレビのね、視聴のできるところの範囲といえばね、もうそれで広範囲に渡りますから、ね、まあ、全土で札幌テレビ可能なはずです。北海道ほどもね、まあ、名古屋テレビも東海テレビ、そうですね。
中部日本放送。そうです。はい、あの方の、あ、今ちょうどね、あの方通られました。張り紙ね。だけどしっかりされてるんじゃないですか。何言われてもね、あなた根性ありますよ、私としては。そうですかね。うん、まあ根性あるんじゃないですか。やっぱり自らのね、自分自身が守らないと絶対にいけませんからね。自分自身守られてね、行わなくてもいいじゃないですか。ね、あなたもやっぱりね、髪がさ、びっくりしますけど、最初はね、最初はびっくりしますけど、やはり、ね、よくね、その書いてるのを理解すればね、なるほどって分かります。私そんなね、分からずじゃないです。なるほど、この人はこんな目にね、遭遇してるんで、こういうことを行う、私分かります。私もね、ご覧の時もなっていますからね、それは分かりますよ。それ誰しもそんな嫌ですよ、意外なんか加わるの嫌ですよ。これもね、回ってきました。そろそろ20時50分なんで、牛根さんの、ね、ショッピングがあります。メロマコーチや、まあ、30皿はね、ダメでしたけど、満足すればそれでね、私とでもまあいいです。出発します。やってますけどね。